今回は「腐ったリンゴをどうするか」を紹介します。一人で作業した時よりも集団で作業した時の方が一人当たりの作業量は低下し集団の人数が増えるほど手抜きの量も大きくなる。これをリンゲルマン効果と呼ぶ自分だけ頑張ってもしょうがない。誰かがやるからいいだろう。という気持ちは 誰の心にも存在するが、旅が過ぎると手抜きは感染し、そばにあるリンゴから次々に広がり、最後には箱全体を腐らせる。我々の身近にはどんな手抜きがあり、それはなぜ起こるのか男と女、どちらが手抜きしやすいか日本人と中国人ではどんな時に感染しやすく、 どうしたら防げるのか。手抜きにまつわる「エトセトラを」を手抜き研究の第一人者が読み解くなじみのある歌謡曲や講義中のおしゃべりなど日常例をたくさん紹介し心理学の実験がどのような場面と関連しているのかがよくわかる著者がやる気 手抜きについて研究を始めたきっかかけが書かれていい。るのも面白いただの研究例が紹介されているだけの心理学関連の本が多い中門外漢でも楽しめる内容になっている女性の方が手抜きしないというのは私の周囲でもよく聞く話なのでやっぱりそうかと思った以上興味のある方は 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。